P-2、P-2 はアメリカ合衆国のロッキード社が製作した対戦唱会機である。アメリカ軍における愛称は、ネプチューン、ネプチューン、ローマ神話に登場する、ワタツミ、ネプトゥヌスアメリカ軍では1947年から978年まで、唱会爆撃機と対戦唱会機、a s W として使用されたほか、各国軍隊に採用されたベストセラー機でもあった。 主に海軍で使用されていたが、大型陸上機であり、基本的には空母からの離着艦は行わないが、少数機が暫定的な艦上核爆撃機として運用されていた、後日。第二次世界大戦中に開発が開始された。1943年2月に、アメリカ海軍がベガ社に PV ベンチュラ、ハープーンを置き換えるための陸上大戦哨戒機の、 開発要求を出した。この要求に応えて、ベガ社は1941年頃から研究を行っていた V146 案を提出した。なお、1943年11月30日に、ベガ社はロッキード社に吸収されている。V146 案は1944年4月4日に、XP2V-1 として、試作機2機の発注が行われた。 対戦小会期の重要な要求点は製造と維持の容易さであった。試作機は1945年に初飛行、1946年から量産され、1947年に海軍での運用が開始された。なお、1962年からは名称整理に伴い P-2 に解消された。ベトナム戦争以降は、 潜水艦の進化に対応した機材の搭載が難しく、アメリカ海軍はじめオーストラリア、カナダ、オランダでは P-3A、オライオンが導入されるようになった。アメリカ軍では1970年代まで運用していたが、1978年に引退した。他の国でも1980年代には後継機を導入するようになって、順次引退した。払い下げられた機体は、 空中消火器や貨物機などに転用され、2000年代でも一部で運用が続いている。1954年、昭和29年7月1日に保安庁警備隊が改編し発足した海上自衛隊は MSA 協定に基づきアメリカ海軍から航空機の供与を受けたが、そのほとんどが第二次世界大戦中に使用され、アメリカで第一戦を退いた。 中古機であり、紹介機も、例外ではなかった。同年12月に、TBM が10機、1955年、昭和30年に4機、1956年、昭和31年に6機の計20機が供与され、PV-2 も1955年、昭和30年1月に17機が供与されたが、いずれも性能は陳腐化している上、 米軍機を知らない隊員には扱いにくく、整備にも大変な労力を費やし、飛行させるのが手一杯という状況であった。もっとも、米軍側も日本が、紹介能力を高めることを望んでおり、いわば教材として与えられたに近かった。1955年、昭和30年9月、MSA 協定により当時最新鋭の P2 ボルト7が16機供与されることになり、 これを7回に分けて、米本国で受領し、訓練を受けた後、日本に空輸することになった。同年10月に、P2V-7 要因の第一人が渡米し、訓練を受けた後、翌1956年、昭和31年3月に、P2V-7 を受領、アラメダ・バーバースポイントクエゼリングアム日本のコースでフェリーを行い、3月7日に、 羽田空港に到着した。この機体が海上自衛隊にとって事実上初の実用対戦勝回帰となった。当時岩国基地に所在していた中日米海軍小海航空隊の使用機でさえ P2V-5 を使用しており、そのため米海軍の VP 登場員が見学に来たというエピソードが残されている。海事は P2V-7 の愛称として大足と名付けた。 P2V-7 の16機のフェリーは6時に渡って行われ、最終号機は1958年、昭和33年8月に日本に到着している。1957年、昭和32年には、米軍の供与、現地調達という形式で、川崎航空機、現川崎重工業航空宇宙、システムカンパニーでのライセンス生産が決定し、 1965年、昭和40年まで48機が、ノックダウン生産及びライセンス生産され、供与機と合わせ、計64機を取得した。以後、固定翼対戦部隊、VP の主力として、同時期に、米軍から、マップ、軍事無償援助により供与された、グラマンエース2階から1等と共に、紹介の任務についた。 本機の登場によって海事はようやく近代的、アスダブリ作戦を展開しうる能力を獲得できたが、対戦機材の陳腐化とともに築地第一世を離れ、1980年、昭和55年2月に引退した。海上自衛隊は p 2ス7の後継として、1966年、昭和41年に P2V-74637 号機を改造して、 P-2J の開発を行い、P-2J 試作第一号機として、各種試験を行い量産型 P-2J の母体となった。P-2J は、主エンジンを GE の T64 ターボプロップエンジンに、補助エンジンを IHI の J3 エンジンに換装して1969年、昭和44年から量産が開始され、1994年、 平成6年まで運用された。中型クラスのレシプロエンジン双発プロペラ機であったが、補助推進機関としてターボジェットエンジン2機を搭載している。機内には対戦機器が並べられ、ノーズからコックピットの足元までガラス張りで、有料な視界が確保されている。機種側に重量が偏っているためパイロットが、効果率の変化に対応しきれず、 滑走路手前の草地に接触する事故がたびたび発生しているが強度の高い膠着装置と高圧タイヤにより故障は少なかった。P-2H 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。